こんばんは、ペケです。今回は西村京子さん失踪事件、リスナーさんと一緒に考察をしていきたいと思います。本件ですね、京子さん同僚の女性と2人だけの忘年会っていうのを開いています。でこの忘年会をした先でですね、男性と知り合っているんですけども、後にこの男性の車に京子さん乗っている姿っていうのが目撃されていまして、まあ、その後失踪してしまっています。まあ、さらに一緒にいた男性っていうのも今現在行方が分からなくなっている、まあ、車っていうのも見つかっていないという状況なので、この辺リスナーさんと一緒に考えていけたらなと思っております。はい、それでは詳細の方を見ていきます。失踪したのが西村京子さん、当時25歳、住んでいた場所がですね、山口県山口市小郡下郷でいいんですかね、在住だったと。洋服店の店員さん、アパレル店員さんだったということですね。そして失踪したのが1987年、昭和62年の12月27日ということで、今から36年前、37年ぐらい前になってきます。失踪した場所を特定できていまして、山口県山口市湯田温泉にある飲食店だということを判明しております。この27日の前夜ですね、12月26日、もう年末なんですけども、職場の同僚の女性 A さんと2人だけの忘年会を市内の飲食店で、湯田温泉内の飲食店で開いていると。まあ、さらにその後近くの別の飲食店で二次会を開いていると、まあ、1軒目が楽しかったんで、じゃあ2軒目行こうということになったんでしょうね。さらにこの2軒目の飲食店で男性の B さんという方と知り合っていまして、日付が変わり時計が回って27日になりまして、午前3時頃に京子さんが B さんの車に同乗しているのを同僚の女性の A さんが目撃しています。ただこれが最後の目撃情報になってしまいまして、まあ、その後京子さん失踪してしまっている、まあ、さらには B さんの行方もわからない、車も見つかっていないということです。まあ、さらに情報を細かく見ていきたいと思います。本件ですね、北への連れ去りというのが疑われていまして、平成25年2013年にこの北への連れ去りの可能性がありますよと、情報の周知拡散、そして情報提供を呼びかけるパネルというのが制作されています。これ西村京子さんのパネルなんですけども、この記事内でですね、当初12月26日最初に立ち寄った飲食店は判明していたが、2件目の情報は出てこなかったと。1件目あれですね、2人だけの忘年会を開いた飲食店に関しては特定が済んでいたけど、2件目がわからない、で近所にあるということしかわからなかったんですけども、UA 前線山口支部さん、地元支援者団体の方だと思うんですが、協力のもと湯田温泉に詳しい方を通じて2軒目の飲食店も同じビル内に所在していたことが判明していると。なので1軒目飲んだ2人だけの忘年会を A さんと開いた飲食店から2軒目の飲食店っていうのは同じビル内にあって、階段で登ってすぐとかですね、エレベーターで移動してすぐの場所にあったということが分かっていると。まあ、さらに注意書きとしまして、現在ビルのオーナーさんは変わっているという情報を出ております。他にも気になってくるところとしまして、京子さん失踪後、京子さんのご家族は一緒にいた A さん、同僚の女性と連絡が取れなくなっていると、まあ、さらには、2件目で知り合った男性ですよね、B さんの家族とも連絡が取れない状況であり、詳細な情報がつかめていないという記事で出ています。車も見つかっていないと。これが2013年のパネル内に書かれていました。さらにこれ多分おそらく警察の聞き込みではなくて、スクー会さんだったりとか調査会さんが周りに聞き込みをしたところ、周辺に住む近隣の女性は、当時あの周辺の店舗には飲みに行かない方がいいと家族から言われていたという証言が出ているということです。まあ、この辺からも後に考察をしていきたいと思っております。まあ、そして京子さんの特徴ですね、身長163センチくらい、血液型は AB 型だったと。お父さん、西村俊さん、すでに亡くなられてしまっています。まあ、そしてお母さん育代さんということで、こう関連性があるか分かんないんですけども、調べていくとですね、
同じ山口県山口市内で、京子さん失踪の5、6年前、昭和56年5月に、西村敏夫さん、当時19歳が、職場に向かう途中に失踪しています。で、この中で、同じ名字なので関連性があるかっていうのを疑ったんですけども、あまり情報がなくて調査中なんですが、もともと光雄さんに関しては熊本県出身だったということで、今のところつながってくる情報はないのかなというふうに考えます。はい、それではここからはペケの考察です。今回ですね、北への連れ去りというのが疑われていますので、その線というのをリスナーさんと一緒に追いかけていきたいと思います。まあ、その中でなぜ北への連れ去りというのが疑われているのか、まあ、そして、情報の精査というのも一緒にしていきたいと思っております。ここを考えていく上で2つの線に絞っていきたいんですけども、まず1つ目がですね、京子さん2軒目の飲食店で B さんと知り合っているんですけども、ここが初対面だった説っていうのが1つですね。で、2つ目っていうのが、もともと知っていた、もしくは顔見知りだった線っていうのも追いかけていきたいと思っております。で、まず1つ目なんですが、初対面だった可能性ですね。西村京子さん、小郡下郷在住で、ご自宅今もありまして、12月26日、本当に年末ですよね。山口県山口市湯田温泉、ビル分かっていまして、丸藤ビルさんというビルです。私、全くこの辺土地勘ないんですけども、京子さん宅からですね、この飲食店までは、距離で言うと大体10キロぐらい、車で言うと市街地も通るんですけども、20分ぐらいあれば、20分弱ぐらいのところにあるかなと思います。さらに観光地なのか、栄えているような印象は地図を見ると受けまして、ホテルが多かったりとか飲食店なんかも多いなという印象は あります。京子さんが勤めていた洋服屋さんっていうのがどこかわからないんですけども、おそらくこの失踪現場近くなのかなという印象は持っています。そして12月26日ですね、会社の同僚の女性 A さんと2人だけの忘年会を開こうよということになったんですね。で、ここに関しては洋服屋さんだったので、年末年始控えていますので、同じ職場の仲間っていうのが多分なかなか土日も仕事だったと思うので、合わせて忘年会みたいなのもなかなかゆっくり開けない状況があったんじゃないかなかろうかと、何グループかに分かれて忘年会開こうよとか、もしくは京子さんが特別仲良かった同僚の A さんとですね、じゃあ1年頑張ったからちょっと飲み会行こうよっていう話があったのかなというふうには考えて、おります。ここは飲みに行った場所としても、2人だけの忘年会を開く意図としてもですね、全く違和感はないのかなというふうに思います。そして丸藤ビルさん、飲みに行ったんですね。県道204号線沿いにあります。地元の方だとお詳しいと思うんですけど、で、この中で、1軒目楽しく飲んで楽しく食事をして、じゃあ2軒目行こうやっていうことになりまして、で、この2軒目が同じビル内ですよね。階段登ってとかエレベーターですぐの場所に2軒目行ったものと考えます。で、この2軒目で男性の B さんと知り合っているんですよね。で、1つ目が疑ってきたのが、ここが初対面だったのかどうかなんですけども、情報の出方としては2軒目の飲食店で男性の B さんと知り合うということなので、ここが初対面だったというふうに考えるのが自然です。ただその後日付が変わって27日午前3時ぐらいに、京子さんが B さんの車に同乗する姿を A さん目撃してるんですよね。で、ここでちょっと考えていきたいのが、これ時代背景もあると思いますし、性格もあると思うんですけども、ここで初対面だったらかなりこう距離がすぐに近くなったのかなと。京子さんから見てもこの B さんっていうのはすごい魅力的でお近づきになりたかったのかなというような、その日のうちにですね、意気投合したのかなっていうような印象はあると。お酒を飲んでいたっていうのもあるのかもしれないんですけど、逆に言うと B さん目線、京子さんにもやっぱり魅力があったわけですよね。じゃあこれから一緒に車に乗ってどっか行こうっていうような考えがあったっていうことですよね。なのでこの辺が初対面だとちょっと近すぎるのかなみたいなとこは少し思ったりもするんですよ。で、さらにこの飲み会っていや合コンみたいなことじゃないんですよね。もともとは
職場の同僚と2人だけの忘年会を開いたわけですよ。でその中で2軒目で B さんと知り合っていて、まあ、その後午前3時頃車に乗る姿が目撃してるっていうのは、でも時代背景もあるし、その京子さんと A さんの付き合い方にも友人みたいな状況もあったのかなというのは思いますので、これが一つ目、初対面の可能性ですよね。まあ、そして二つ目っていうのが、ある程度顔見知りだった線、もしくは知り合いだった線っていうのを疑っていまして、この B さんに関しては2軒目の飲食店の店員さんだった説みたいなのをちょっと考えてるんですよ。翌日午前3時頃に B さんの車に乗って、京子さんどこかに行こうとしていた、同乗する姿っていうのは目撃されていたんですよね。でこの午前3時、かなり深い時間なので、店員さんで仕事を終わるのを待っていたのかなみたいな見方もちょっとしております。なんだったら、過去に京子さんがこの2軒目に飲みに行って B さんが店員だったとするなら、店員さんだったとするならですね、ちょっといい、かっこいい、好みの男性がいるなとか、魅力的な男性がいるなっていうことがもともと知っていたから、同僚の A さんにですね、あそこにちょっと気になってる人いるんだよねと、じゃあちょっと忘年会も含めて1軒目は飲みに行ってテンション上げて、じゃあ2軒目に行ってちょっと声かけてみようかみたいな、顔見知り、若干の面識はあったのかなっていうような風にも考えられると。これ京子さんと同僚の A さんに関しては、洋服屋さんの店員さんなので、 B さんがお客さんとして来たことがあったとか、まあ、ある程度の接点がどこかしらにあったっていう風に考えるのが、私はまあ真っ直ぐになってくるのかなと、考察になってくるのかなと思います。まあ、そしてお互い気になっていたので、そのまま B さんの仕事が終わるのを待ってですね、まあ、午前3時ぐらいに車に乗る姿が目撃されているのかなというような考え方ですね。ただこの2つの線を追っていくのにどうしても矛盾が出てくるんですよ。まあ、それがですね、2013年に情報として出ているパネルが公開されていまして、まず1つ目が、当初12月26日最初に立ち寄った飲食店は判明していたが、2軒目の情報は出てこなかったと。なので B さんと知り合った飲食店っていうのは特定されていなかったんですよね。ただ詳しい方を通じて2軒目の飲食店も同じビル内に所在していることが分かったと、同じビル内の飲食店だということが分かっていまして、その後の情報として、この同じパネルの情報として、京子さん失踪後、京子さんのご家族は一緒にいた同僚の女性とも連絡が取れなくなっていると。さらに2軒目で知り合った B さんのご家族とも連絡が取れなくなっているということなんですよ。で、ここで気になってくるのが、 B さんの家族とも連絡が取れないっていう情報が出ていますので、 B さんの身元は特定されてるっていうことなんですよね。2軒目でナンパされて、どこの誰か分かんない人と知り合ってその人の車に乗っていたっていうことでは多分ないんですよ。もしくはその場で B さんがどこの誰かっていうのを A さんいる場所で名乗っている、素性を、身元を明らかにしているということ、この辺からもちょっと店員さんが疑う、店員さん説っていうのがあるのかなというふうに思いますし、とにかく B さんがどこの誰かっていうのは分かっていると。でさらに共に B さんも失踪してるんですよ。でこの B さんの情報を調べたんですけども、私が調べる限りは全く出ていないと、どこの誰かっていう情報も出ていないので、逆に違和感にはなってくる。まあ36年7年経過してしまっているので、まあ、当時の情報っていうのがあんまり残っていないのかなという感覚は受けていると。ただその中でさらに気になるのが、同僚の女性の A さんとも連絡が取れなくなってるんですよね。でここは考えられるのが、 A さんも何か身の危険を感じていたということですよね。自分が情報提供したりとか捜索に協力することで何か不利益があるとか、ちょっとこう、何か言われていたとか、まあ、そういうような状況が一つとしてはあるのかなと。ここはですね、まあ、パネル情報で、周辺に聞き込みをした結果、近隣の女性は当時あの周辺の店舗には飲みに行かない方がいいと家族から言われていたと。ここに関してはその周辺に飲みに来る客層の治安が悪いとか、
飲みに来る客層が良くないんだよっていうことよりも、その当時ですね、その周辺を管理している人たちの中であんまり良くない噂とか治安が悪いよっていう情報が比較的地元では出回っていたのかなっていうような考え方があります。あの現在ビルのオーナーさん変わってるっていう注意書きも、まあ、この辺からお客さんというよりはちょっと土地柄をのはどうなんだっていうような印象は受けて、いると。昔別の全く関連性はないですけど、別の事件でやっぱ飲食店のチェーン店で、これ名前を事件名を言うだけで YouTube さんダメなんですけど、ペッパーなんちゃら出来事みたいな、なんちゃらランチ出来事みたいなことがありまして、まあその件では出来事があった前の通りで過去に女性が失踪してるんですよ。なのでこの辺から2つの事件の関連性、状況から関連性が疑えるんじゃないかっていうことが言われていたりするんですけども、本件もある程度その場所を管理してる人の中で治安が悪いよみたいな噂があったのかというような考え方が一つですね。でさらに B さんの身元も特定されているということなんですけど、失踪直後から京子さんのご家族が A さんと連絡を取れないのであれば、失踪時の証言って取れないはずなんですよね。27日午前3時に京子さんが B さんの車に同乗する姿を A さんが目撃していますので、この情報が出せないっていうことなんですよ。警察情報の線も一つあるんですけど、ちょっとこの辺の精査が難しくなってくるのかなと。でもっと言うと、2軒目の飲食店で B さんと知り合っていて、ここは初対面だとしても B さんの特定はできてるってことなんですよね。B さんのご両親とも連絡が取れないと。B さん失踪してるということなので。で、このあたりからも不思議なんですけども、これだったら、失踪直後に A さん連絡取れてたんだけど、その後連絡が取れなくなった可能性を疑うのであれば、2軒目の飲食店っていうのも速やかに特定されていないといけないんですよ。なのに、2軒目の特定に、多分おそらくものすごい捜査をしてるんで、捜査というか救う会の方であったりとか調査会の方がかなり細かく調査をして2件目を特定してるんですよね。なのでここは初めから A さんが連絡が取れてると思えないんですよね。 A さんと連絡が取れてるんだったら2件目の情報っていうのは速やかに出てるはずですし、A さんと全く連絡が取れてなかったら、そもそも目撃情報自体の精査っていうのが信憑性に引っかかってくるのかなっていうのは思うと、 A さんも協力したいんだけども、自分の身とか自分の周りの人の身を考えて協力できないという流れがあるかというふうに考えます。もしかしたら北への連れ去りを疑うというところに焦点を当てるんだったら、 B さんが外国人説っていうのも疑えるのかなというふうに考えております。はい、ここからはですね、私が何回か前に、考察をさせていただいた同じ山口県の川田紀明さん失踪事件、関連性を追っていきたいと思います。リスナーさん本当にありがとうございます。考察であったりとか追加の情報、補足の情報をたくさんいただきまして、後にですね、そちらはそちらで考えていかないといけないなと、別の動画を投稿していきたいなと思ってるんですけど、今回見ていくのは、君江さんの事件と、京子さんの事件の関連性ですよね。君江さんに関しては縫製工場勤務だったと。で、京子さんに関しては洋服店の店員さんだったということで、若干のつながりはあるのかなとも思うんですけども、君江さん情報で別の角度の情報あります。これリスナーさんから補足でいただいたんですけども、過去にブログ記事内で見たことがあるという内容で、川田君江さんを知っており、当時彼女が付き合っていた人以外で気になっている人がいて、その人は外国人だと言っていたと。警察にこのことを話したけども取り合ってもらえなかったという情報も出ております。なので、当時男性と交際していたんだけども、別にちょっと気になる人がいたよと、その人が外国人だったよということですね。まあ、さらに、君江さん失踪後、友人宅に、まあ、ごめんねっていう電話が入っていまして、女性の声で君江さんっぽかったと。
いう情報だったんですけども、まあ、それだったらごめんね以外に前後の会話をしてるはずなんじゃないかっていう考察をさせていただいたんですが、まあ、それ以外にもですね、失踪後、君江さん宅自宅に、まあ、実家にですね、無言電話が複数あったという情報もありました。一度女性の声で相手が予防せようと、これ朝鮮語でもしもしと答えていると、まあ、このあたりから北への連れ去りというのが疑われる点になってくるのかなというふうに考えています。またさらにですね、君江さんの乗っていた車っていうのが海沿いの駐車場で見つかってるんですけども、この車弟さんが発見していまして、これ前回私弟さんに見つけてほしかったんじゃないかと自らの失踪の線を少し追ったんですけども、補足としまして、弟さん車をもっと早く見つけていたそうなんですよね。でその段階で警察に通報していたそうなんですけども、警察の方から車に触るなと、触ったら弟さんを捕まえるぞと言われていたそうです。ただ警察が結果調べに来たのはですね、その通報から 2,3 日経ってからだったということで、この辺ラグがあると、かなり奇妙な状況があったというふうに考えるんですが、この君江さんの車の見つかった駐車場っていうのがですね、京子さんが中学生14歳まで、生活をしていた場所から1キロも離れていない場所だったんですよね。なので君江さんの見つかった車の近くで過去に、京子さんは生活をしていたという情報が出ています。まあ、この辺から何らか関連性があるんじゃないかという見方もできるのかなというふうに思っております。ということでですね、今回の考察は以上になります。いかんせんこの情報を今後とも調べていきたいなと思うんですけども、どの線を追っていったらいいのかと、どの情報でつなげて考えていけばいいのかと、その辺詳しいリスナーさんいたらぜひ教えていただきたいなと思います。また考察も含めてコメント欄でお待ちしておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ペケでした。